ペア。これは最後だ。わからない。全部一緒だろこれ。全部一緒だよ。も皆さんコロンくんです。今日はですねこちらのゲーム柔らか頭軸っていうのをやっていきたいと思います。わかるみんな懐かしくない？なんか僕がね小学校の時にやってたゲームだよこれさ頭の硬いのを揉みほぐすってやつ、もうこの音楽でもう頭悪くなりそうなんだけどね。ゲームスタート。まあ、やったことはちょくちょくあったけどね。はいはい、どうもどうも、先生気楽すぎない？ようこそ柔らか頭軸へ。はい、老若男女ストレスの多い時代現代でございます。はい、さぞやあなたの頭もお疲れのことでしょう。やかましいわ。そんなあなたの頭を揉みほぐす、これが柔らか頭塾のお役目でございます。はい、なるほどね。頭を柔らかくしたい。お、急に感情入ってきたぞ。そう希望されるのであれば、どなたでも入塾できない。まず去る者を追いすがる。お、これが柔らか頭塾のモットーでございますと。はい、じ、長えなこいつ、早くやれよ。もういいよ、わかったよろしく。おー先生、校長先生よりだるいぞこいつ。話長えな。日暮れの時に香るカレーの匂い、故郷の母を思い出します。何言ってんだよこいつ、懐かしいな。はい、改めて初めまして。はい、どうもこんにちは。楽しみながら頭を柔らかく。はい、当塾はこの塾の、このためのコースを3つご用意している。真ん中の柔らかテストからやりましょうか。まあ診断テストということで、僕は IQ300 ぐらいいっちゃうでしょ、柔らかテスト。うん、頭いいからね普通にね。まあ柔らかくできるもの。はい、あ、なんかだんだん楽しみになってきたぞ。よし、レッツスタート。テストの開始タッチ、よし行くぞ。積み木の、教えます。あ、もう やるのこれ。あ、これもうルール説明。あ、やばい、聞いてなかったわ、草。やばい、2、1。あ、どうしよう。はい、え、2、やばい、え、どういうこと、2じゃないの、え、数のやつじゃないの、え、どういうこと、どういうこと、どういうこと、ちょっと待って聞いてなかったんだけど、なんで数、え、1、2、3、4、5、5個ってこと、そういうこと、まあ、全部の数じゃねえか。ちょっともう一回やり直していい？やじゃん、こんなスタートダッシュ決められなくてさ。やだよ、ちょっともう一回やりたい。ちゃんと聞いとこう。あ、待って、違うやつになっちゃった。あ、さらにちょっと待って、またルール読んでない、もうダメだ。はい、テスト開始、いくぞ。はい、来ました、言語 B。 言語が、単語ができる順番に、タッチします。これ簡単じゃない、よしやっていこう。お、いいぞ。はい、3、2、1、言葉を並び替えるのね。トーラ、はい、動物、お風呂、お湯、爬虫類、ヘビもう並べてあるけど、鼻、おい、和菓子、なんだこれ、わかんない、カモナ、モナ、あ、モナか、はい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 、野菜、キャベツ、だんだん難しくなってきた。現代劇、なんだこれ、中田、中、中田、な、か、かなた、田中、ちょ、待って待って、わかんない、時代劇、なに、な、かなた、なたか、刀、刀だやばい、どうしよう、ズボン、まずい、電化製品、ビデオ、やばい、楽器、ハープ、プー、ハープじゃなかったっけ、ハープ、楽器、木琴、木琴、やばいな、任天堂、DS、やー、和菓子、おーぎゃーくそやばい、これでもう終わっちゃったんだけど、次、そういうことで、なるほど、やばい、もち、ルールまた読んでなかった、なんだ、はい、で、トーン、あ、順番通り並べろってことね。ドラム、ドラム、はい、ちょっともうちょっと大きくしよう、よし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 、いい感じ、タンタンタン、いいよ、プップップ、お、いいぜ、あ、5個なんだこれちょっと待って、むずいぞだよね、よし、よかったよかった、どういうこと、ちょっと待って、コロコロコロベイビーね、はいはいはい、
いや、だんだん難しくなる。あもううざすぎる。でこう、ってなんだっけ。あむずいよ。やばい、ちょっとなんか下手すぎかもしれない。分析集ちょっと挽回しよう。みんなこうね、なんか実況とむずいな。あー解説できねえよ。リアクションしかたで、なんだこれ。こうしてこうしてこうか。はい、あーなるほどね、結びつけるの。こうやってこうやってこうやって、こうし、一個一個引くのね。こう、はい、うまい、ナイス。いやいや、だんだん難しくなってくるからね、こういうのね。でこうか、オッケー、ナイス。でこう来てのこう来て、そのままじゃん。どういうことどういうこと。あこ、そのままじゃ全然近かった。だる。こうやって右行っての左ですね。はい、そして次カタツムリ。嫌な顔してんなこいつな。こう来てこう来て、2個引くの、どうやるのこれ。あ、この上か。はいはいはい、そうやるのね。なあ。このまま、こいつが、無理じゃね。これはどうすればいいんだ。こうで、あ、こうか。あ、怖い。やばい、とりあえず適当に引いた方がいいか、これは。まず、オッケーオッケーオッケー、張ったりも当たるもんだな。いいぞ、次近くですね。たくさんの絵からペアを探して答えてください。よし、行きましょう。まあ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 、さっきの分析は良かったんじゃないの。絵から同じペアね。オッケー、探してこう。カルタ的な感じかな。違うね、ごめん。ワンペア、はい、丸丸、はい、ワンペア、これこれ、はい、曇り曇り、なんだこれ。あー、やじ、こっち、だんだん難しくなって。ワンペアで、これこれ、はい、これ結構簡単だな。ワンペア、はい、あるある、ないよ。あった、月だ。やばいな、これむ、ないよ。あー、太陽ね。なんだかんだ言ってあるんだな。よいしょ、これわ、2ペアなった。次、よいしょ、危ない。やーた、怖い。2ペア20、あと8、2ペア三角、あとどれ。あ、雪か。 3ペア、おい、で雪3ペア、これは最後、最後、わからない。全部一緒だろこれ。全部一緒だよ。金額が多い方ね。これ数字、もう数字、数、算数といったらもうこの私ですよ。余裕だよ。最後いきましょう。わかんねえ。あ、500円。これも大体500円のところの方があれだろ、高いってわかるだろ。100円、500円、100円、500円、だいたいこんなんで、こういうことなんですよ。こういうこと。めっちゃうまいんだけど。めちゃめちゃ、これはむずいよ。だんだん難くなってきた。わ、だんだん難くなってきた。これ間違い探しやんけ、ほぼ。10、100円、10円が多いね。こっちですね。これはどうなんだ、これはどうなんだ、こっちか。よいしょ。で、500円の、これでしょ。100の、こっちですね。で、左右どっちだ、左右どっちだ、左だな。よいしょ。で、これでこっち、こっ、あー、うそー。で、こっち、こっち、あー、ちょくちょく間違える。最初めっちゃ良かったのに。お疲れ様でした。来た。さあ、現役東大生過去わら、コロンの結果、柔らか頭軸は柔らかなのの重さを測定します。頭が柔らかいほど柔らかさは大きくなる傾向にあります。ちなみに私の、柔らか頭は、1972g。 もう全然わからない。頭のストレッチをされてない一般の方は750ぐらい。さあ、あなたの柔らか頭は何グラムでしょうか。はい、お待たせしました。頭、結果発表。ほっ、来るぞ。なんだ、柔らかの、あれ、ほどほどない頭の柔らかさ、いい成績ですよ。まあなんか、実況者にとっては一番やっちゃいけないやつ。
最後まで動画を見てくれてありがとうございます。この動画が気に入ってくれたら高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。チャンネル登録のやり方は、パソコンの人は右のボタンから、携帯の人はね、概要欄にあるチャンネル登録ボタンをクリックしてください。そしてね、ツイッターも毎日更新してるので、フォローしてくれると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。